レビュー。それは歌とダンスが織りなす魅惑の舞台。このオーディションで最もきらめいたレビューを見せてくれた方々にはトップスターへの道が開かれるでしょう。星屑あふれるステージに可憐に咲かせる愛の花、青少音楽学園99期生愛情カレン。みんなをスターライトしちゃいます。この身を照らす光を浴びて輝き放つは王のプラチナ、シークフェルト音楽学院舞台俳優学科2年雪城明。全ての輝きを過去のものに。行こう光ちゃん。分かってるカレン。トップスターに輝くのは私たち。このレビュー、トップスターにふさわしいのは私たちだ。舞台少女の織りなす物語、彼女たちがたどり着くのは栄光、最高、成功、はたまた着地のバランス崩れちゃってるよ。ほい、しのぎ切った。でも次のダンスはもっと鋭いよ。さあアキラも一緒に。さあそろそろ幕を下ろそうか。二人がかり？舞台はいつだって何が起こるかわからない。あなたも舞台少女ならわかるでしょカレンちゃん。舞台少女の起こす奇跡、予想もつかない舞台に何を求めるのか。わかります。おお、神楽光させない。ありがとう光ちゃん。こんなところでグズグズしていられないわよカレン。うん、守らなくちゃね。失われてしまった運命の舞台、私たちのスターライトを。失われた物語、新たなるレビュー。皆さん、トップスターを目指して歌って踊って奪い合いましょう。リライ行くよ。よし、やえい。私だってごめんなさい、邪魔しないで。よし次。行くよ。これでどうです？邪魔しないで。僕たい次。もう二度と負けない。
青少音楽学園第99期青少音楽学園第99期生俳優育成課出席は青少音楽学園第99期生俳優育成課出席番号17番露崎真昼入ります。よし、今日のレッスンは終了。カレン、さっきのステップかなり良くなってきた。本当？うん、苦手だったイタリアンフェッテも軸がぶれなくなってきたし。褒められた。ひかりちゃんに褒められたよ。嬉しいな。でも舞台少女愛情カレンは日々進化中。明日の私は今日よりもっともっとグッドグッドなんだから。カレン、一緒に青少祭に向けて頑張ろうね。せやけど青少祭の前に劇フェスがあるんやろ。ほんま難儀やわ。難儀ってすげえ伝統のある祭典だぞ。私たち9人とも選ばれたんだからせめてもう少しやる気出せよ。やる気はうますえ。ただ同時進行でお稽古せなあかんのがややこしいんや。その劇フェスってなんだっけ。はあ、お前忘れたのかよ。選ばれてんのに。いや、青少祭のことしか頭になくって。全国学生演劇フェスタ、略して劇フェス。全国の演劇系の学校から選ばれた生徒が参加する一大イベントだよ。あ、去年天童さんとクロちゃんが出てたやつ。そういえば2人ともおらへんけど、どこ行かはったん。他の学校と劇フェスの話し合いだよ。バナナと星見も。ふん、4人は A として、真昼班は青少祭の確認で B 組。うわー、もうややこしい。おかえり、まひるちゃん。ただいま。どないしはったん、まひるはん。うかん顔して。それがなんか変なんだよね。変って何が。 B 組の人たち、ロミオとジュリエットの準備してたの。え、なんで。青少祭も近いのに何やってんだ。 B 組は劇フェスの方の準備してたんとちゃいます。でも劇フェスの演目ってまだ決まってないし、それに B 組のみんな、スターライトなんて結局あったっ
景なんて、まるでスターライトを忘れちゃったみたいな雰囲気で。おい、ちょっと待てよ。99期生は3年間通してスターライトを演じるんだぞ。それを忘れるやなんてありえへんことちゃいます？確かめなくっちゃ。 B 組行ってくる。私も。二人ともちょっと落ち着いて。だってスターライトを忘れちゃうなんて。スターライトは B 組にだって大切な舞台のはず。あれ、カレン、どうしたの？カレンちゃん、うん、おい、カレン、なんだよ公園なんかに来て。なんか今ビビビって。だからそのビビビってのはなんだよ。この着信音、ここって。おいおい、マジかよ。この舞台ってまさかオーディションの？だけどちょっと雰囲気が違うような。オーディション、いやいや、うちもうあんなこと二度とごめんやわ。すでにあなたたちは上がってしまったのです、舞台に。え、あなた誰？私はエル。エルさん？エルで構いませんよ、千代崎真昼さん。え、どうして私のこと？あなただけではありません、イスルギフタバさん、花柳薫子さん、神楽光さん、愛情カレンさん。あんた何者や？それはいずれわかります。私たちをここに連れてきたのはお前か？それはお分かりでしょう、キリン。この劇場はオーディション会場、そしてその衣装、あなたたちにはオーディションに参加していただきます。お断りどす？ああ、あんな思いは二度とごめんだ。お互いにきらめきを奪い合うなんてもう絶対に嫌だ。それはできません。あなたたちはすでに立っているのですよ、オーディションの舞台に。参加するなんて私たち言ってないよ。やってきましたよ、ほら。うわ、なんだよあいつら。あれはコロス、群衆を意味する。舞台少女に立ちはだかる試練、あなたたちが求めるものをつかむために乗り越えねばならない壁。まさかあれと戦えってのか？いやいや、怖いしめんどくさい、うち帰る。彼らに打ち勝たなければ帰れませんよ。そんな、失われても良いのであればスターライトが。スターライト？失われるってどういうこと？この世界には人知れず忘れられていく物語があります。いつの間にかそっと人々の心から消えていく。消えていく？まさか B 組のみんながスターライトを忘れてたのって。続きはコロスに打ち勝ってから。歌い歌われ、踊り踊られ、エチュードの始まりです。カレン、やるしかないよ。いやいや、ほんまにやるんですか？私だって嫌だけどさ、あのエルってやつ、スターライトに何が起こってるのか知ってるみたいだ。それを聞き出すためにはやるしかないんだよね。やるしかないわ。うん、スターライトのためにも。来る。
私の勝ち。はっ、これで、えい、決まった。まだまだ、私だって邪魔しないで。これはどう、私の勝ち。いや、これはどう、私の勝ち。まだまだ、優雅に行くわ。それ、これくらい私の勝ち。まあ当たり前よね。次も華麗なレビューを。舞台少女愛情カレンは日々進化中。私絶好調。たるもの、日々の調子に左右されること。ウサギは人参、ゴリラはバナナ。これはどう？私の勝ち。あ、聞きます。決まった。せい。見てなさい、私の勝ち。聞きます。決まった。見てなさい、私の勝ち。見てなさい、私の勝ち。きらめき届いて。はっ、これはどう、私の勝ち。セイ、いきます。決まった。まだまだ。それ、私の勝ち。えい、私だって邪魔しないで。見てなさい、まあ当たり前よね。次も華麗なレビューを。
なんで私たちがあんなのと戦わなくちゃいけないんだ。お見事でした。さすがは一度オーディションに参加された舞台少女たち。何がさすがや。こないなことして何になるって言いますのや。スターライトが関係してるの？今あなたたちの大切な物語は消えつつあります。え、やっぱりスターライトが消えるってこと？言葉の通り、人々の記憶から、そして心から忘れ去られる。そして二度と思い出されることはありません。どうしてそんなことに？この世界にいくつの物語があるかご存知ですか？何千、何万、何億、それらすべてを正確に数えることは不可能でしょう。今こうしている間にも物語は生まれているのです。物語は生き物、生あれば死あり、これは自然の摂理。でもスターライトがなくなるなんて絶対にない。どうやったら止められるの、物語が消えるのを？きらめきを与えるのです、スターライトに。舞台がきらめきによって輝くように、物語にもきらめきが必要なのです。きらめき？どうもうさんくせえ。そんなこと言ってまた私たちからきらめきを奪う気じゃないのか？いかようにでもお受け取りいただければ、今にスターライトは消え去って、あなた方はそれを忘れたことすら覚えていないのですから。あ、次のエチュードの準備が整ったようです。またやるの？ここはすでに舞台の上。降りますか、この舞台から。私やる。カレン、スターライトが消えるなんてありえない。絶対に消させない、私たちのスターライト。それではエチュードの始まりです。見てなさい、私の勝ち。私だって邪魔しないで。嬉しいな。次も華麗なレビューを。早起きが苦手なんてもう言ってられないよね。
っぺた柔らかいんだよ。ね、どうどう。99期生、愛情カレン。私絶好調。上達です、上達ですよ。舞台少女愛情カレンは日々進化中。昨日より上手に歌。まだまだ私の成長は止まらないわよ。どうですか。うん、いい感じ。打倒天童マヤ。ウサギは人参、ゴリラはパン。私の勝ち。まだまだ見てなさい。えい、これはどう。私の勝ち。では私が、これが太陽。嬉しいな。バッチリ。次も頑張ろう。見てなさい。はっ、これはどう。それ、私の勝ち。いや、見てなさい。せい、邪魔しないで。いきます。せい、お助けします。いいよ、あの月と同じ赤に染めて。まだまだ、私の武器決まった。まだまだ、聞きます。ひらめき届いて。どう、見てなさい。私の勝ち。それ、は、私だって邪魔しないで。どう、これで。見てなさい。私の武器だった。今のすっごくいい感じだったよね。次も華麗なレビューを。では、ご決断を。私…ああ、ちょい待ち。双葉ちゃん、私はまだ納得できない。本当にオーディションに参加すれば、
スターライトは消えないで済むのか。フタバ班の言う通りどす。スターライト守んのになんでオーディションせなあかんのや。オーディションでうちらがきらめき奪い合って、そんなことしてほんまにスターライト守れますの？オーディションを勝ち抜いたトップスターが放つ無限のきらめき、消えゆく物語を守るには必要なのです。それ相応のきらめきが。でもそれはお互いに奪い合ったきらめき。ご安心を。え？今回あなたたちにレビューで競い合っていただくのは他校の方々です。他校？他校よ、カレン。まずは失われし輝き、落ちた名門、臨明館女学校。雨にも負けず、風にも負けず、みんなと掴んだ一縷の希望。雨の雫が頬を濡らしても、キラリキラリと光に変えて。臨明館女学校、2年、巴玉を守ってみせます。私のまほろば。自由に舞う、新進の開拓者、フロンティア芸術学校。舞台に広がる遥かな地平、前人未到の笑顔を求め、目指せ幸せ新世界。フロンティア芸術学校1年、大月アルル。新しい風、吹かしてショータイム。王者の威風、定められし頂点、シークフェルト音楽学院。この身を照らす光を浴びて輝き放つは王のプラチナ。シークフェルト音楽学院舞台俳優学科2年、雪城明。全ての輝きを過去のものに。今回のオーディションは学校対抗で行います。そんなのありかよ。ありです。まず本日は顔合わせ、その腕前をご披露いただきましょう。あ、ちょうどコロスたちが現れましたね。また？やっぱりスターライトは